乃木坂46も好きそうって言われたけど、見た目だけはちょっと好きな藤真です。今日も仮想通貨ニュースを投げてチャット分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨について毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。昨日ちょっとね、思いつきでサブチャンネル藤真大学の方でライブ配信しました。合計300人ちょっとぐらいの人がね、見に来てくれました。まあ、世の中1時だったのでちょっと少ないんですけど、今日も一応ね、11時ぐらいからサブチャンネル藤真大学で、ライブ配信やると思います。事前にね、コミュニティ欄で募集した、質問と、あとはスーパーチャットがあればそれに回答していくみたいな形で、でも30分ぐらいで手短にね、ちょっとライブ配信ちょっとねしばらく続けてみようかなと思いますので、気になる人はサブチャンネルの藤真大学もチャンネル登録しておいてください。はい、じゃあ今日もね、仮想通貨ニュースいきます。まず指標についてなんですけども、一旦ちょっとね、ウクライナのね、緊張が少しだけ緩和しているので、リスクオンのムードがちょっとありまして、株価も上がってると。アメリカのニューヨークダウ平均が、4営業ぶりに反発、422ドル高となりましたと。逆にニューヨークの原油先物価格は下落、ゴールドも下落って感じで、リスクオンのムードがかなり流れましたと。まあ、それもあって仮想通貨も一旦ね、上がってきてますが、4万6000ドルのレジスタンスラインにビットコインもいるという感じです。で、次のね、データがあって、金融機関の、資金がね、4週間ぶりに、流入超過となっているらしいので、仮想通貨はやっぱり上げてきやすいなという感じですね。コインシェアーズの数字レポートによると、デジタル資産に対する機関投資家の資金フローが 4週連続の流入超過になっているということで、仮想通貨に金融機関の使用がなお金が流れているので、価格は上がりやすいという状態です。で、次が、アメリカの JP モルガンが、なんとメタバースプラットフォームディセントラランドマナにラウンジを開設しましたということで、開設したのはブロックチェーン部門のオニキスっていうね、部門ですけども、開設したエリアは東京の原宿にインスパイアされたメタ塾っていうのがあるらしいです。まあ、確かに看板に、ね、日本語の看板がバーってありますよね。ラウンジの螺旋階段を上がると専門家たちのアバターが仮想通貨市場について話している様子が確認できるということも報じられていますと。 JP モルガンは銀行業界でメタバースに参入したのは、初めてということで、まあ、報じられましたということです。いや、本当面白いですね。こういう JP モルガンみたいなね、世界の超一流金融大手がメタバースに参入してくるような時代になったと。本当にその仮想通貨ってものがもうどんどん世の中のさ、メジャーなものになりつつあるなと本当に感じますね。まあ、僕ももともと銀行員だったね。僕が勤めてた銀行もそのうちメタバースに参入とかなんのかもしれないですね。じゃあ次、チャット分析いきますが、今日はね、割と全面高っていう感じの、相場になってます。主要なコイン見てもほとんどね上がってます。じゃあ今日はね、ビットコイン、イーサリアム、マナ、ディセントラランドとRSS3 を引き続きチャット分析していこうかなと思います。今日は、ビットコイン 44,100 ドルぐらいを推移してます。そんなに大きな値動きではないんですけど、まあ、一旦ちょっと5万ドルぐらいを見据えた、まあ上昇してくるのかなって感じですね。やっぱここでこういうね、逆三尊形成からの上昇って感じになりやすいのかなと思います。わかりますかね。ここで割ったら、ここは左右対称みたいになる感じ。いったら5万2000円まで上がるのかなっていう感じですね。まあ、なんで、まあ、現物とか早めに買っていった方がいいかなと思いますし、バイビットとかで、レバレッジ3倍以内で長期ロングするとかもいいと思います。じゃあ次が、イーサリアムですけども、イーサリアムも3100ドルちょっとぐらいで、上昇してます。あんまり大きな値動きではないですね、こっちもね。
まあ昨日言ったようにちょっと今ここの拡張チャンネルみたいになっているので、一旦この中でもじもじするのかなと。まあ高値がこの辺なんで、一旦まあ3600ドルぐらいまでは一旦開けそうなんだけど、ちょっとここでもじもじって感じでしょうね。もじもじしてそのうち一旦下抜けしてみたいな感じなんじゃないかなと思いますが、まあ上昇トレンドなんでね、明らかにね、こんな感じで、うん、買ってもいいと思います。 RSI もかなりねグッと上がってきて、日足で、今が55まで上がってますんで、まあ上昇トレンドであることは間違いないのかなと思います。僕が買ってるスモースライブポーションは今日あまり動けないんでやりませんが、今日ね、JP モルガンの進出が発表された、ディセントラランド、マナーチャート分析久しぶりにしようと思いますが、 3.3 ドルぐらいですね。マナー一旦ね6ドルまで上げた後 1.5 ドルまで暴落したんですけど、一応このウェッジは上抜けたんで、まあ一旦上昇トレンドに転じてるのかなっていう感じです。なんでまあこのウェッジは一回消してあげて、もうちょっと大きなチャートのトレンドを見ていくと、パラレルチャンネル、まあ、平行チャンネルで、多分下落のチャンネルを描いてると思うんですよね、今これね。なので、まあ高値まで、まあこんな感じか。やっぱ綺麗だね、こうやって見たらね。こういう。で、真ん中の線もバチクソに効いてるの分かると思うんですよね。ここで1回、2回、3回、4回、で5回目のタッチです。ここ抜けてきたら、一旦ここまで、5ドルちょっとぐらいまでは上がりそうなんだけど、まあどうだろうねって感じ。うん、まあそうだね。今勢いあるんで、一旦ここの抜けてきて 5ドルジャストぐらいまで。だからバナーを例えばこの辺で仕込めたって人は、もしここの平行チャンネルの線タッチしたら5ドルぐらいで、まあ一旦利確しといた方が無難なのかなっていう感じですけどね。はい。じゃあ次。RSS3 いきましょうね。RSS3 も昨日僕が言った通りね、僕は 6.3 とかで売ったんですけど、だら下がってますね。もうちょっと一旦下落トレンドかなっていう感じはしてるんですけど、一旦0.7 まで上げて、今も 0.45 まで落ちてます。もう全部落ちちゃってるんですよ、ここから見たらね。多分これ今点線で分かりやすいんですけど、ここのレジスタンスが今サポートになってる感じなんで、多分ここら辺でちょっとしばらく横すると思うんですよね。でもその後はまた上っては限らないので、なんかほとんども全部の下調してるってことを考えたら、こっからさらにダラダラってされることもあるので、まあとりあえず売っといた方がいいでしょう。これは一旦ね、チャートを見る限りだとね、上昇したけど一旦利確定売り発生しちゃって全戻していると、そっからまあ横横するかダラダラなんで、まあこれに資金入れとくぐらいだったら、まあビットコインでも買っといた方がいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、ということで今日も、仮想通貨ニュースと、チャート分析してみました。今日ね、ライブ配信多分すると思いますので、23時からね藤間大学の方で、ぜひよろしくお願いします。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして僕の著書が全国の本屋さんに並んでます。楽天、アマゾンでも買えるので、ぜひ買って読んでみてください。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しています。キャンペーンで仮想通貨がもらえるような取引所もあるので、ざっと見てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤間の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。
そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そしてツイッターやインスタグラムの方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、ツイッターとインスタグラムぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。